ほー、まだおちゃんです。フォールオブザシー、続きやっていきまーす。来た来たー。そうだ、こっからだったわ。私がエイリアンになっちゃったよ、前回ね。謎解きを頑張って、カッコ運でクリアして、太鼓の達人みたいなのして、落ちたら、みたいな。私、カッパになっちゃったのみたいなね。こっからワクワク冒険のアドベンチャー謎解きゲーム始まるのよ。いや、サブノーティカか深海ってだけでワクワクするね。ダイビングしてるみたい。何の器具もいらないダイビングだね。多分。これ、水呼吸できてる。エラ呼吸。美味しそうじゃないね、この魚。なんか毒ありそう。海とか山でカラフルなものってちょっと毒持ってるやつ多いじゃん。美味しくないね。多分毒持ってるわ。あ、早くも泳げるんだ。どうしよう、覚えてもいいはずなのに、うまく言えないけど、この気持ちは恐れじゃない。少しも怖くない。だない気持ちってる感じ？少しも怖くはないわと。上も行けんのか？あーって。あ、すげえ。ウハーできたわ。海底洞窟的な？上で合ってんのか、順路は。上行くか。Another one of those gates. あ、ゲート。新年で見たのと似てる。ほんとだ。出たわ。ちょっと手入れていってみる。タッと。なんだ？なんかスイッチ入ったね。え？I'm back to え？戻った元の私に。体が、でもなんか真っ赤っかやで。すごい。ガラスを作ってる時の色みたいになってる。何度もあるみたいな。ここにワープしたんか。すごくない？なんかいつでもあの格好になれるってこと？このゲートがないと、たり来たり元の体に戻ったりできない。ゲートをくぐるために何が起きてるの？私は聞きたい。これも？中に入るっぽいね、あそこに。探索してみよう。探索したけど特に何もないので、早速行ってみるか。ワクワクドキドキの。海の中へ。ヒュー。こっちかな。多分こっちなんだこれ。なんだなんだ。今度はなんだこれ。えい。Another panel of this strange technology. 持ったの？海の中なのに、見てか水の中なのに。水流に関係している。さすがにメモは開けない。水の中だと。また黒いあれやん、黒い液体のやつやん。音？こっちか？音がなんか変わった。え、なんで進まないの？どうして？これとこうか。このちょっと遅らせて、いけ。いた？あ、いたわ。行こうか。あ、行った？なんかよくわかんないけど、行ったわ。行ったの？行ってないの？どっちなの？え、わかんない。ちょっと待って。わかんないなぁ。あれ？こんなとこ空いてた？え？水流？このままだと進めないのか。私の水かきでも。水流を変えろと。あ、このまま変えろってことか。この辺だろ。この辺かな。どう？あ、動いたね。お、向きが変わったぞ。ゼルダっぽいし、この三角とか。トライフォースじゃん。あ、いけそう。いけた。
わお、綺麗だね。勝手に進んでいく。私の意思とは関係なく。わあ、すごい綺麗。何ここ。あ、これあれ、バラージ出てきた。地下の水流に貫かれてるらしい、この島は。出た。な、どうぞ。ラッチ上に乗ると。わあ、魚人と人間を行き来できるってすげえ便利だね。楽しいってか。あの構造物へ、今度はどこへ連れて行ってくれるの。ここへ拉致られるんでしょうか。わあ、めちゃくちゃ綺麗やんか。この光の加減わかる？オレンジと緑と黄色と。手跡がいっぱいある。怖っ。ここにいた部族の絵かしら。原始的だわ。まあ手のひらのあれやからな。絵というか手形？手跡？これご飯？え、多分サンゴ食べてた。マジ？マジで？怖いのよこれ。白だからいいけど、これ赤だったらもうホラーだからね。ホラーゲーだから。何食べてたのこれ。ウニ？セール、あ、押した。強かったの。勝手にね、こんなとこ押してね、どんどん進むのやめてほしい。探索させてや。I wonder who used to live here. 一体誰が住んでいたんだろう。だいぶ前に放置されたようね。この何、ヌメヌメ。これはあれ、父。これはあれ、母。I understood that.ああ怖い。手形がいっぱいや。これはベッドっすか。なんか簡素なお部屋ですね。視野から寒そうやな。こっちも行ってみる。え、ここはなんかまた違う手じゃない。それ誰がかなり振りそうだわ。これは引っ掛け傷かなんかなのかな。違う部族ってこと？なんだろう。香港だけっていうのは気になるね。こいつは？我々ナーカル、我々奴隷。武士もナーカル。ってこと、奴隷と主人。ナーカルってメモになかった？あった？内容が濃すぎて謎解きが。忘れたわ、メモ探偵。ちょ、見てみる？ナーカル、ナーカル、ナーカル、わからんかった。どっかにあるはずやけど、進めてったら出てくるだろう。さっきから起動させてるけど、ええんかな。次はこちらのお宅訪問。草がわしゃわしゃですね。でも緑の多い温かみのあるお家でした。死にも行けるけど、ここやこれまでに見た壮大な構造物と様式は似ているけど、リーブン、そう。死も行けるし、とこはいっぱいやな。なんだろう、これトイレかな。丸見えやね。特に何もなし。これ赤く塗りつぶされてる、怖っ。彼が住んでいたのかわからないけど、ここに住んでいたのは彼らの意思ではなかった。奴隷の人らがシャッシャッシャッってやられてる。あの家の傷跡と一緒やん。うちにも敵が誰かに破壊されている。人間の手に両生類の手もある。ああ。人間がここに侵攻してきて、こいつらを奴隷として使ってたとか。ちょっとこっちへ行ってみよう。わあ、すごい。
なんかあるね。まあ行くんだろうな、あの下にも。Primitive bowls and plates. 原始的な器とお皿。あれどうやって作ってんだ、石かな全部。重たそう。めっちゃ綺麗ここ。なんか反射してる水面が。なんもない。ここは何？なんか石室やぞ。紫色のぐるぐる。あ、絵が書いてある。何の絵だろう。この村の住人はそれぞれ高さの違う場所に住んでいた。中には水中に住んでいた人たちもいたので、ダムのようなものを使って水位を調節していた。はあ、頭いいね。それぞれの家族が水位を変えることに同意しなければならなかったよね。まあ、水位変えたらな、沈むからな、同意がいるよな。原始的なのに非常によくできた仕組みを持っていた驚きだわ。ここに閉じ込められたことでコミュニティとしての力が強くなったんだね。奴隷同士のね。はいはいはい。最下層の人とこの、まあ、1番2番目の人、ちょっと水位上げるよってなったらコボコボコボでなるんやろ。大変やな。出た、黒のぬめぬめ。奴隷何人か死んだ。奴隷何人か水の動物になった。そうなん、ノラ奴隷なんじゃ。水の動物へ、私はそれになろうとしている。え、とかなってたよね、さっき。この家だって異質だった。なんかカメレオンみたいな。押していいのかな、なんだろうね、これ。こっち。おーおーおお。なに？なになになに？なに？今のなに？今なんですか？壊してみよう。え？なんか変わった？え？なんか変わった？意味ないよね、これ。まだ今は触るべきじゃない、触る時ではないと解釈してよろしいでしょうか。楽しいねえ、下がれてないもんね。なんかマークある、水位かなんかかな。手跡と紫のぐるぐる、爪跡と、でも手跡がある。ここはじゃあ一旦保留で対岸へ行ってみましょう。あの、いやー、赤い、なんやら手形かな、赤い手形かな、あれ。行ってみよう。あれ、これ元に戻ってる。で、どこに持ったような、赤部屋を。地も行けんのか。あー、下に行けるっぽい。上行ってみよう。この、わー、出た出た、ほらほら、赤い手形のお家来た。この手形あるやん。何千年も前にいた誰かの手形、見てるとなんだか落ち着かない気持ちになる。なぜかつながりを感じる。これあれやん、水かきの手形やん。中指と薬指がひっついてる。ほらさんと同じ。あ、色でこうやって識別してくれてるの、ちょっと分かりやすくてありがたい。ぬめぬめ、タッチ。炎の岩、空から落ちる神、目覚める、黒い血。黒い血ってこれ、黒い血って黒い血体と同じもの。やっぱりノラさんもそう思うよね。炎ってなんやろ、火山かなんかか、噴火したんかな。How can I explain what's happening to me? 私の身に起きていることをどうやって説明すればいいだろう。一体どういう神の血、変身、永遠の命。もうね、書いてた通りになってますわ。あの石碑みたいなのね。わ、邪魔しまーし。わ、黄色だ。え、なにこれ、フリーメイソンか。あれや、天津飯の太陽圏のポーズやな、これ。大
予知されちゃう。先史時代の洞窟の絵みたい。南米のクエバデラスマノスと似ているわ。あるよね、そういう民族が。ヌメヌメしてる。あー、黒い血だ。アーカルの主、奴隷の儀式、黒い血。ね。黒い血、体。何に黒い血？あ、あの井戸のね。私が一旦、一回溺れかけたやつや。黒いのに。目が鑑定してる。ここが最上階か？太陽圏のお家が最上階っぽい。あ、これで水位を変えてたのかな？これを下ろしたら、何？水位上げてもいいよ、みたいな。一番下行ってみましょう。ここから下に行けるはず。なんかあるかなと。なんかはあるだろうけど。何があるんでしょうか。太陽圏だ。完了使った手形、何か意味があるのかしら。念のために書いておこう。ここあるよ。これは普通の手形。死には赤い手形。あっちが爪跡。4種類か ?1、2、3。紫のぐるぐるもあるからな、そこに。あれはメモれないぞ。あ、メモれた。5種類のあるね、模様が。これは？ここにはいけない。いけないぞ。あ、あるけどね、あそこに紫の魚人になれる装置があるんだけど、あそこにはいけそうにない。チッカーにも行きたいけどな。全部のさ、なんか柱みたいなのスイッチ押したから、あそこもっかい押してみる。あのカメレオンのマーク、何か起こりそうじゃない？ではポチッと行ってみましょう。えい。お、はあ、あ、割と下の方まで下がったけど、外に戻ったね。今ちょっとメモを見たのよ。これね、シンボルの順番、この順番ってことは、これ下から順番にこれ押していけってこと、もしかして思うに。どうでしょうか、私の推理。この順番通りに許可を得ないと水位が上がらないか下がらないか。近やわ。やってみます。この手形さんが一番、うん、ここが太陽圏のスイッチ押した。次が赤い手形のスイッチ。お、赤い手形のスイッチ、こっち。で、最後に爪跡、爪跡のスイッチ、こっち行ったな。で、最後の紫のぐるぐるのスイッチが、あのカメレオンかな。これでどうだろうか。えい！どうだ？お！お！おお、すごいすごい！やっぱ順番があったんだね。下がった下がった！下がった？で、あそこにもボタンあるね。下に行こう。来た。だいぶ下がってきたからね。あっちにもあるけど、とりあえずこれを押す。大文明はこの装置を使って水位を調整していたのね。あ、やっぱり水位制御装置やったんや。めっちゃ水位下がっていってる。はい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 。で、ここが通れるようになった。ここにあるね、紫の装置が。魚人から人間に戻れるやつ。
あそこのスイッチも押さないとでしょ。やることがいっぱいだね。ワクワクするぜ。じゃあ、私、人間、やめます。わお、でも簡単にやめたわ。これもう戻れない感じ？え、戻れないや。わあ、なんか今度は水の中を主に探索する感じだね。このパネル壊れてる。他の道を探さなきゃ。壊れてんのか。マジか。この装置は？なんか開いた？時間制限があるっぽい。到達したら？どうも。なんか音楽が流れてるうちに行かないといけないっぽい。この水流を活かせってことでしょ、多分。スピードブーストに自分で変えろってね。今逆流してるからこっち向きね。これは壊れてないですか？これは壊れてないみたい。黄色いとこに到達したあたりぐらいでこっちを押せば。よし、これに入ればビューン。あー、ここが無理だ。ここが無理。ここが無理だ。で、これ変えたらあそこ行けそうだね。次、せっかくだからちょっと探索してみよう。何この魚、すごいネオン、今風インスタ映え。何これ、ネオンカラー、ハッシュタグネオンカラー、インスタ映え、魚、綺麗、まずそう、とかありそう。すげえ色だなー。電光掲示板みたいな色してる。これなんぞ。種を同じくする様々な生き物がここに住んでいた。でも彼らは自由ではなかった。まあね、こいつらに、奴隷として使われてたの、こいつらに。消されてるわ、顔シャッシャって。すごい恨み買ってたんじゃない、ほら期待されてるで。はいはい、ここで排水をしてるっぽい。この柱を私が動かしたと。お、お家がある。水の中にも置いてみましょう。おい、何？我々父母神になれ。神ナーカルを罰する。ナーカルを罰するらしい。沈んだ大陸、それが彼らに与えられた罰だった。ナーカルは住んでた。で、罰受けて沈んだと。全部黒液体ちゃうか、これ。え、全部黒液体で、これ何あんの。うちのうち行ってみよう。よし。我々もうナーカルではない。我々皆水の動物。我々永遠に生きる。永遠に生きる。つまりこの生き物は不死の生き物だってこと。不老不死とか最高や。でもちょっと見た目が嫌やけど。あるぞ。They rebelled against their master. どうやらアルシに対して反論を起こしたようで、奴隷たちは2つの神を崇拝していたみたい。信仰心があるけど2つも信仰すんの？大変やで。これ？これかこれってこと？なんか髪型がちょっと違うだけやね。こっちはなんかヒレがあって、こっちはもじゃもじゃ。メデューサみたい。これをあと変えれば、道が開けるはず。同じ謎解きやからね。簡単。綺麗な音なのよ。よし、変わった。これでタイムアタックに挑戦ができる。
This underwater town is a beautiful place. ね、海底都市美しいけど辛い歴史があったのね。全体がそうだわ。美しさと危険を背負っている。でも危険は私に関係ないみたい。まあね、悠々自適やわ。なにこれ、こっち行ったっけ？あとこあった？ここ。水位が上がったのか。ここから先には行けない。巨人だと。だといけないんだ。いけそうやけどな。水陸両用になればいいのに。では、タイムアタックに挑戦したいと思います。レディー？ゴー！あそこが空いてる。今のうちに。からの？からの？ダッシュ？ダッシュ！行けました。入れました。やったね！え？やば、閉じ込められた。後のことは考えてないのよ、大体。え？え？え？やば、閉じ込められた、マジで。あ、こっちあるわ。すごい綺麗。